青春青春これ順番で言ったら今回のゲストは11人組ボーイズグループ JO1 さん。意外な特技やメンバーとやってみたいことを聞いちゃいました。8月のピックアップアーティスト JO1 さんにお越しいただきました。今日はよろしくお願いします。 Go to the top JO1 です。お願いします。今回リリースの曲のお話を聞きたいと思います。ファーストシングルの、まあ、プロトスターは僕たちのこの無限大の可能性を秘めた、まあ、タイトルだったんですけど、セカンドシングルは僕たちのこの若さと勢いを全面的に出していくっていう感じです。ノリが良いというかテンポが良くて、それこそカラオケでみんなで歌ったらすごい盛り上がりそうだなと思いながら、一緒に来てるみんなで歌ってくれると楽しいんじゃないかなと思います。うん、まあ、一人で歌えないこともないけどかなりきついです、ね、摂取カロリーがすごい摂取じゃないや消費カロリー摂取しましょう。皆さんは実はこんな特技や趣味を持っていますっていうものはありますか？僕、特技が、はい、特技というか、まあ、あるんですけど、はい、あの人の匂いを嗅ぎ分けれます。それは趣味でいいですか？趣味じゃない特技かな。メンバーみんなのもだんだん覚えてきたなっていうのがすごいあります。わかる？俺たち二人のマンメイはなんか青春まだ若い匂いがします。その順番で言ったら俺古臭いね。めちゃくちゃ怖いんだけど。翔くんはね、年上だからとかなんかそういうのじゃなくて、うん、なんかマッチョの匂いがする。マッチョの匂い？匂いのカテゴリーおかしくない？っていう匂いがする。本当、うん、独特です ね。YouTube にいろんなあの企画の映像を上げてらっしゃいますけれども、皆さんが今後やってみたいなと思う企画とかはありますか？これ僕あるんですけど、はい、あの11人全員でキャンピングカー乗ってあの日本全国回りたいな。11人狭いな。狭いよ。いやなんかの11人、まあ、キャンピングカーとかじゃなくても、うん、なんか11人全員で乗れるでっかい、はい、それを誰かが運転してほしいです。あ、メンバーの誰かがそれ絶対俺になる。やだな、それ夜も来るじゃないですか、うん、そしたらみんなでワイワイしてなんか昼もワイワイしてる、まあ、ずっとワイワイしてると思う。まあ、運転疲れると思うんですけど、まあ、もう決まってるね。ずっと山下さんの運転なんですか？まあ、いい運転します。カラオケで印象に残っている出来事とかって何かありますか？僕デビューする前に4年か5年ぐらいカラオケ屋さんでアルバイトしてたので、カラオケ楽しみたいって人は僕に言ってくれれば大丈夫です。教えてあげるってこと。いろんなゲームがあるからね。その時ダムチャンネルは見ました？もちろんです。もう毎日見てました。ダムチャンネルってもう掃除しながら言ってましたもん。ダムチャンネルって。JO1 さんのカラオケプレイリスト。僕たちがカラオケに行ったら絶対に歌っちゃう曲はこちらです。じゃあちょっと上から行きたいと思います。行きますか？はい、シマンチの宝。はい、これ僕ですね。あ、出してくるな。はい、もちろんこれは僕沖縄出身なんですけど。そうですよね、はいはい、その沖縄大好きなんで、はい、この曲を歌うと沖縄を感じられますし、うん、東京にいてカラオケ行ってもなんかこれ歌うとこうなんか懐かしい曲が戻ってくるというか、うん、沖縄出身の方ってよくこの曲に入れてやっぱ一緒にこうやってみんなで踊るというか、はい、一体になれますよね。そうなんです。最初沖縄から出て東京に行くぞって言ったけど絶対戻ってくるんですよ沖縄に。ここカラオケでね。そうそう、カラオケで戻ってくるんですよ。続いて115万キロのフィルム、川尻さん。はい、僕なんですけど、声も好きだし、なんかその曲のリズムもすごい好きなんですけど、はい、曲がすごい難しいんですよ。確かに。なので僕は練習するためにこの曲はよく歌います。高
高いしね、金もね。高いの。そうですよね。すごいな。すごいなってなっちゃうんです、いつも歌って練習してると。続いて、ジェネレーション。EXILE さんの、はい、これは豆原さん。そうなんです。僕も本当に EXILE さんがすごく大好きで、はい、この曲はそのなんか次の世代につなげていくっていう、うん、まあそのコンセプトとかがある曲なんですけど、うん、すごくいい歌詞で、すごくなんかテンポも良くて、うん、いいなと思ったので、いつもこれはカラオケで歌わさせていただいてますね。お箱ですね。そうですね、大好きなので、お箱なんだ。いつも歌います。 JO1 の皆さんのカラオケプレイリストはこちら。全曲カラオケダムで歌えます。電目のカラオケプレイリストをチェックしてね。もし誰かをお兄ちゃんにするなら、どのメンバーがいいですか？カラオケダムでは JO1 さんがお兄ちゃん選手権を開催。その様子はカラオケでしか見られませんよ。ダムチャンネル。豪華なアーティストさんたちのカラオケ話が盛りだくさん。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter もお得情報満載です。フォローしてね。